世界一ファッションにうるさそうなパリジェンヌにもユニクロは受け入れられるのでしょうか。大きな誤解だと思うんですけど、まあ、フランス人ファッション気にしてる人の方が少ないですね。僕が見た限り世界中で一番ファッションを気にしてる率が高いのは日本ですね。で、次に多分高いのが香港で、で、シンガポールよりも韓国かな。多分日本、香港、韓国ぐらいの順番でファッション気にしますね。そのファッションを気にする理由として、まず同一民族であるかどうかって結構重要なんですよ。まあ、アメリカとかフランスとかって、もうその黒人、白人、アジア人とかで見た目が違いすぎてるので、そのファッションの細かい変化とかってもうどうでもいいんですよ。要は肌めっちゃ白いっていう人が、じゃあ着てる服と肌黒いっていう人が着てる服で、もう着てる服より肌の色の方がインパクト強いので、例えばじゃあ金のネックレスをして、その黒い、じゃあその白いシャツを着てっていうのを黒人さんがやると、それだけで映えるんですよ。いや、その白と黒の、そのハイライト、そのコントラストも強いし、その金のネックレスが黒いところで光ってるのが見えやすいと。なので、あ、なんかかっこいいってなるんですけど、で、そこでじゃあその白人でものすごく白い人が、じゃあちょっとしたその、あ、薄い青みがかかった服とか着てると、その肌が白いので薄い青みの変化がわかるんですよ。っていう感じで、その肌の色とか目の色っていうところの大きさが大きすぎるせいで、ファッション二の次なんですよ。あと、残念ながらそのフランス、素で美人めちゃくちゃ多いので、服とかにそんな金かけなくても全然モテるんですよね。まあ、今はもうやってないですけど、パリファッションウィークとかがあると、その世界中からそのモデルさんが来るんですよ。で、モデルさんってまあ、ファッションショーとかの時にそのランウェイの上をなんかおしゃれな服とか着るんですけど、でも、じゃあプライベートどうしてるかっていうと、プライベート私服でそこら辺歩いてるんですけど、私服でもめちゃめちゃ美人なんですよ。まあ、私服だとなんだろうとね。で、僕は身長170ちょっとあるんですけど、僕より身長が高くて、八頭身みたいな女の人が、ジーパン T シャツで歩いてても、わあ、綺麗な人だなしか思わないんですよ。だからそこでそのなんか、ファッションが何の服かなとかっていうのはもうどうでもよくて、すごくスタイルのいい美人から目の前に来たなぐらいしか思わないんですよ。なので、なんでじゃあ日本人がそこまでファッションにこだわるかというと、みんながみんな背が低くて髪が黒くて、似たような体型で似たような肌色で似たような目の色なので、その服の微妙な差で勝負するしかなくなっちゃうので、で、服の微妙な差の争いをし始めるんですよ。なので、そのユニクロなのかどうかとか気にするんですけど、で、あとこっちの人服買わないですからね。同じ服ずっと着てますからね。ラクダ姿でも様になる。まあそうなんですよね。イケメンが着てるとそうなんですよね。ラトビアって、まあ、その混血の人が多いんですよ。まあもともとそのラトビアの元々の人っていうのが、まあどれぐらい残ってるかっていう問題もあるんですけど、まあドイツに占領されたか、スウェーデンに占領されたりとか、ポーランドに占領されたりとか、ロシアに占領されたりとか、ソビエトに占領されたりとかっていうので、占領された機会が多いので、混血の人が多いんですよね。で、アホみたいなイケメンが普通にマクドナルドとかで働いてるんですよ。とか、道歩いてて、なんかね、カラフルなタイツを履いてる、どう見てもお笑い芸人みたいな格好してるんだけど、その身長180で金髪で目が青くて、で、そのがっちりしてるみたいなイケメンが目の前を歩いてたりするんですよ。だから、そのタイツは何なのって思うんだけど、でももう明らかにイケメンでかっこいいんですよ。まあ、DNA の問題で筋肉がもともとついてて、で、なので歩き方とかもやっぱり筋肉ついてる人だから、その大股で割とその大きな動きをしてて、で、まあ背も高いしかっこいいっていう状態なんで、服とか超どうでもいいってなっちゃうんですよね。なので、もし目を肥やしたいのであれば、ラトビアとか行くといいですよ。あと、ウクライナも美人多いって言いますね。なので、ロシアに占領されてる地域って割と美人とかイケメンが多いので、イケメンならふんどし一丁でもいい。そうなんですよね。だ、その、あの、筋肉番付に出てる、お三方とか、多分何着てもかっこいいと思いますよ。まあ、普通に筋肉で、裸みたいな格好して出てますけど、じゃあ、あの人たちが別に、なんか、どうでもいいランニングとか着てもかっこいいし、多分、ふんどしでもかっこいいと思うので、なので、やめよう、悲しくなる、そうですね。なので、イケメンとか美人っていうのは、ファッション関係ないですよ、と。